走れなチャンネル。今回は東京モーターサイクルショーの様子をお届けしたいと思います。いろんなトークショーに出たりとか撮影したりとか配信に出たりとかするので、その様子を密着していきたいと思います。3年ぶりの開催となった東京モーターサイクルショーの様子、ぜひ楽しんでいってください。それではどうぞ。梅ちゃん映ってもいい？はい。あ、3年ぶりの東京モーターサイクルショーです。おはよう。おはようございます。なんかぽいですね。ぽい。久々に見たこの感じ。やっと。じゃーん。やっとやっと。やっと入りました。久々。モーターマガジン社ブースで。私たち3日間やって、はい、配信します。おーおー、まだまだ全然人がいない。そしてここがモーターマガジン社ブースです。ここから生配信をします。ちょっと人がいないうちにうろちょろしようかな。こんな静かなモーターサイクルショー、今日しか見れないですよ。川崎のブースです。まだね、開いてない。あ、吉村ヤマハのブースもありますね。まだまだ開いてもないし、私もモーターマガジン社ブースの、仕込みがあるので、ほどほどにして戻りたいと思います。スタッフの上着です。みんなでこれを着ます。私もオートバイ女子部のパーカー持ってきたから着よう。衣装チェンジします。10時から会場なんですけど、今はだいたい9時、携帯持ってくるの忘れちゃった、9時ぐらいだから配信でね、会場の様子をお伝えしなきゃいけないんですけど、私は基本ブースにいるから、この1時間でざっくり見て、会場の様子掴んでいきたいと思います。じゃあ行きましょう。広いんでね、めちゃくちゃ。こちら川崎ですね。まだちょっと会場前なんでチェーン貼られてますけど、 Z の50周年モデル、あれを近くで見たい。後でまだ中入れない。何かわいい。ピザ配達、ピザクック。行きましょう、どんどん。かわいい。あ、次はヤマハです。あ、これは新型の XSR700 ですね。 R's ギアさんだ。鈴鹿に行ってホンダドリームでバイク借りたんですけど、その時も R's ギアさん のマフラーがついてました。鈴木だ、鈴木がある。全部のバイクにカバーかかっちゃってて、まだ何にもですね。これ直前で撮るのかな。いかつ。モーターサイクルショーって、そのメーカーさんだけじゃなくて、いろんなオートバイ用品店とか部品のメーカーさんもいるから、そういうところがちゃんとカスタムしたものがこうやっていろいろ展示されてるから、それもまた見どころだなって思います。あ、おはようございます。お疲れ様です。お願いします。おはようございます。おはようございます。元チャンプコーナーですね。あ、おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。あれ、これ今どこだ。今は、あ、ヤマハがそこだから、そう、ラプスの映像で見てます。あ、本当ですか。ありがとうございます。こちら、みんなのモーターサイクル工学講座、こういう自転車も展示してあって、これ結局どういうことなんですか。結局こういうことです。倒れてもハンドルが切れない。あ、セルフステアリングがないよ、はい、みたいな。正解。正解っていうことです。バイクはなる、切れます。切れるけど、これのこの自転車はならないよっていう。ちょっとなんでかは、なんでかはこれです。まっすぐ、ここがまっすぐだから。で、なんでまっすぐだと切れないかとかは、これの本を読めばわかるという仕組みになってます。今からまた生配信に戻ります。
行ってきました。中継で今からホンダブースに向かってます。エスカレーターの列がどんどん長くなっていく。一苦労だ。夏美さん、はい、ゆりこちゃんのお土産を渡す前に先に渡すことになっちゃった。何ですか、はい、ありがとうございます。島根のお土産です。島根のお土産ありがとうございます。島根のなんですか。今ね飛行機で来たんです。え、今来たんですか。今日は挨拶回り YouTube 回してるんですけどいいですか。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。中継はまあ、苦手な方じゃないと思うんですけど、でもやっぱ知らない車両とかだとあんま喋れないから、今からはまあホンダは結構まあ比較的喋れる方なんじゃないかなとはちょっと思ってます。え、ホンダの列やばいよ。入れなくない。これ見てこの列、ディズニーランドだよ。はい、こちら4階のホンダのブースの前にいるんですが、後ろ見てください。こんなにブースに入るために行列ができています。ここに見えるのはアフリカツインですね。ノアさん、はい、遅いですよ。ごめん、本当ごめんなさい。ノアさん遅いです。どこ行ってたんですか。ちょっといろいろありました。いろいろありました。なんかチェーン見に行きたいって言ってチェーン見に行ったらしいですね。行った。すいません怖っ。こんにちは。ありがとうございました。東京モーターサイクルショー1日目終了しました。この後18時半からはまた配信あるんで、とりあえず30分後に向けてご飯食べます。はい、2日目です。今日はてか今日も、朝の10時から、オートバイの、モーターマガジン社のブースで配信して、途中でいろんなブース回ったり中継も行くんですけど、今日も閉館の18時まで、ひっきりなしにいろいろブース回っていきたいと思います。はい、お昼ご飯食べてきました。もうハンバーグカレー食べて、もうね頭が全然回んないくらい疲弊してたけど、かなり復活しました。これからまたブース戻って行きます。今日も18時まで配信頑張ります。行ってきます。残りあと本日の2日目東京モーターサイクルショーあと1時間となっております。後ろに今ちょうどぼやけちゃってあれだけだけど、じゃん、梅本まどかちゃんの隣にいるのは渡辺和樹選手です。東京モーターサイクルショー2日目終わりました。じゃあ今日はもう帰ります。明日も、7時間配信なので、頑張ります。モーターサイクルショー3日目です。3日目。アイカツンです。アイカツンです。頑張ります。はい、今は、楽屋に来ています。3日目の今日はですね、モトライズのトークショーのゲストとしてお呼ばれしているので、それの打ち合わせをしに、楽屋にやってきました。10時から、まあ、きっちり1時間生配信して今なんですけど、いただきます。おいしそう。3日目はね、お父さんとこの間YouTube 一緒に出てくれて千葉に行った黄金のアジを食べた石田がですね、一緒に来てくれました。お父さんにも LINE しました。楽しんでるって。ご飯食べると眠くなっちゃうんですよね。やばい、絶対眠くなる。でも大丈夫、レッドブルーあるから。ステージ裏に来ました。緊張する。しない。嘘、全然緊張しないです。ちょっとカメラの前だから緊張するとか言ったけど全然緊張しない。いい、大丈夫です。大丈夫です。あ、バイコの皆さんです。イエーイ。バイコです。大先輩です。大先輩です。かんちゃんです。アッキーです。アッキーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、この間の北海道もたまたま会いました。シモガールリサさんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。やっと出てもらっちゃいました。ありがとうございます。ステージお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ撮りますよ。走ってみましょう。はい、行きます。
じゃあ、なっちゃんありがとうね。ありがとうございました。また、また、あっちの、また、終わりました。モトライズのトークショー楽しすぎてあっという間でした。で、この後はもう、モーターマガジン社のブースに戻って引き続き配信頑張りたいと思います。3日間の配信ももう残り10分になりました。最後ラスト、感動のフィナーレです。行ってきます。お邪魔します。お邪魔です。お帰りなっちゃん。ただいま。待ってたよ。この辺かな。自分たちにも拍手。そして3日間お付き合いしてくださった、1日でもね、今日だけでもお付き合いしてくださった皆さん、本当にありがとうございます。あと5分くらい。ということで、今ここにいる4人以外にも、たくさんの皆さんが出演してくれました。ということで、皆さん本当に3日間ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。3日間やりきりました。最後までしっかり片付けて帰りたいと思います。ちょっとでもこの動画がいいなと思った方は、チャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしてます。バイバイ。